月子。天城、無事か？やっと見つけたのに、ユキコ、なんか変。あら、サプライズゲスト、どんな風に絡んでくれるの？盛り上がってまいりました。さてさて、私は引き続き王子様探し。一体どこにいるのでしょう。こう広いと期待も高まる反面、なかなか見つかりませんね。あ、それともこの霧で隠れんぼ。よーし、捕まえちゃうぞ。ではでは、さらに少し奥まで突撃。なんだよこれ。ユキコじゃない、あんた誰？何言ってるの。私はユキコ。ユキコは私。違う、あんたまさか本物のユキコはどこ。なんだこの声。シャドウが騒ぎ出したクマ。それじゃ再突撃行ってきます。王子様、首を洗って待ってろよ。あ、待って、今のユキコどういうことなの。まさかあれ。そうクマね、多分もう一人のあの子クマ。俺らの時と同じってか。でもデタラメに騒いでたわけじゃないクマ。本物のユキちゃんは何かを見せたがってる。それをはっきり感じるクマ。なんていうか、このお城そのものがあの子に関係してるっていうか、想像してたより結構危険な感じクマ。ユキコ。おい、またかよ。ったく、一人で行くなって言ってんのに。Thank you.
残り2匹いけるぞ。考えるな。お、レベルアップしたね。
倒せないか。誰かこいつを。くぅ、ゾエンクマ、もう少しだったのに。ペルソナ、敵がダウン。いいぞ、その調子。倒せないか。敵残り2体クマ。こいつは手強い。頑張るクマ。敵残り1体クマ。強そうクマ、でもきっと勝てるクマ。Yeah.
先手を取ったクマ、敵は3体よ。電撃属性が有効クマ、頑張れ。敵は3体、気合で乗り切るクマ。敵がダウン。やるな相棒、見事。弱点に。敵がダウン。いい返事だ。どけだぜ。ヨウスケが調子に乗ってるクマ。さすがヘイヘイ、レベルアップ。あ、宝箱だ。新宿クマ、とっちめるクマ。そら、頼むぜ。くそ、倒れねえ。敵は一体、ゴーゴー。ペルソナ、いやだ、しぶとい。誰かこいつを。はい、倒せないか。誰かこいつを。倒せないか。先生大丈夫か。体力が減ってるぞ。敵一体、先制チャンス。強い相手。敵は一体、ゴーゴー。マジ感謝。いやだ、しぶとい。よっしゃ、オラ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 。ふぅ、ゾエンクマ、もう少しだったのに。倒せないか。誰かこいつを。敵残り2体クマ。敵がダウン。やるな相棒、見事。起きたクマ、早くやっつけるクマ。大丈夫か先生、誰か回復を。ひどい。シエちゃんが敵をひねりつぶすクマ。倒せないか。先生、体力に注意クマ。ニコバク。よっしゃ、レベルアップ。
火炎属性が弱点。誰かこいつを。さすが先生、お見事クマ。あ、先生、なんてこと。おお、先生が立った。敵残り2体クマ。ウコバック。敵がダウン。うん、わかった。すごいぞ、ちえちゃん無双クマ。そう、倒れねえ。あ、先生、なんてこと。おお、先生が立った。先生、落ち着いて。先生、誰かこいつをお願い。頼むぜ。敵は一体クマ、頑張れ。勝負、減らすな。チェッ、しぶてえ。敵は一体、ゴーゴー。やー、倒せないか。頼むぜ。ゴーゴー。
そう、倒れねえ。こちらへ。やっ、弱点にヒット。うん、わかった。これで終わりだ。敵二体増援、神木はヒットな。敵がダウン。敵がダウン。オッケー。ほら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 。強い相手じゃない。敵残り2体クマ。この敵は電撃属性が。勝負。いいぞヨシケ、ノリノリクマね。はい、やだしぶとい。敵がダウン。よし、張り切っていこう。観念しろ。やるな相棒。レベルアップだぜ。イエイ、レベルアップ。こいつを。やー、敵がダウン。オッケー、観念しろ。ありがとう。こいつを。先生、ペルソナが封じられてるクマ。オッケー、逃げる隙を探すクマ。ペルソナ。敵ダウン。さすが。ちえちゃん、さすが。
やだ、しぶとい。起きたクマ、早く焼き切るクマ。頼むぜ、テラクマ。カマクマ、きっと逃げる隙があるはず。敵は2体。そんな焦るなクマ、必死に探してるクマ。守って、トモエ。敵ダウン。いいぞ、サトメカ。さすが。誰かこいつを追い出せ。ちえちゃん行け。誰かこいつを。イザナギ。敵がダウン。オッケー。これで終わりだ。レベルアップ。ザナギ。敵がダウン。かっこいいぜ、お見事。弱点にヒット。オッケー。チョッチ、しぶてぇ。Yeah.
トラ。勝負。テラスラ。誰かこいつを。倒せないか。弱点にヒット。さあ、オラ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 。頼むぜ。はい、倒せないか。倒れねえ。うわっ、いやだ、しぶとい。ヘルトラ、マジしぶてえ。いやだ、しぶとい。こいつを。ペルソナ、誰かこいつをお願い。ペルソナ、敵がダウン。オッケー、観念しろ。やだ、しぶとい。勝負。ま、こんなもんだろ。俺も負けてらんねえな。よっしゃ、レベルアップ。終わりだー。
発見。倒れねえ。敵残り2体コマ。ペルソナ。先生、ペルソナが封じられてるコマ。敵の増援コマ、早く倒すコマ。電撃コ。勝負！じゃあ！
宝箱ね。ゲゲシャドウいる。こいつ強そうクマ。でもきっと勝てるクマ。ドラ。次は一体ゴーゴー。勝負。くそ倒れねえ。ナイスアタック。よし、わかった。勝負。ペルソナ。よし、行こう。こいつを。敵は一体ゴーゴー。ペルソナ。頑張れ。よし、行こう。おっと、階段発見。敵シャドウ2体強い。敵は2体押し切れるクマ。ドラ弱点にヒット。いいぞ、急がせて。その調子。勝負。ペルソナ。誰かこいつを。ペルソナ。ちーちゃんさすが、敵撃破。ドラ。敵は一体ゴーゴー。誰かこいつを。やだ、しぶとい。くぅ、ゾエンクマ、もう少しだったのに。ペルソナ。敵残り2体クマ。じゃ、しぶてぇ。倒せないか。敵の増援クマ、早く倒すクマ。ドラ。敵残り3体クマ。ペルソナ。ち、しぶてえ。
残っても2体おしゃい。かっこいいぞ、アヨシケ。敵がダウン。いくオッケー。どけどけ。おめでとう。レベルアップ。敵は機械クマ。やっつけり。強い相手じゃない。勝負。ペラスラ。誰かこいつを。敵は2体、押し切れるクマ。しぶてぇ。デルトラ。やだ、しぶとい。こいつをお願い。敵は一体、ゴーゴー。誰かこいつを。お疲れさん。ヨウスケ。先生、大丈夫か？お、宝箱。
ここにもいるよ。敵自体ヘッドラ。敵は2体押し切れるクマ。頼むぜペラスラ。頼むぜペラスラ。ありがとう。敵が俺に行くぜ行くぜ。敵がダウン。チャンケいくよ。止まれ。ちえちゃんさすが。いけいけ。撃破。弱点にヒット。オッケぞ。やった階段だ。敵シャドウ2体先手を取ったクマ。敵がダウン。行け先手は見事。勝負。ペラスラ。くそ、倒れねえ。敵残り2体クマ。いやだ、しぶとい。勝負。会心のヒット。いっしゃ。気をつけるクマ。くそー、氷結は効かないクマ。敵残り3体クマ。ペルソナ。勝負。ペルソナ。誰かこいつを。何だい。勝負。ペラスラ。敵残り2体クマ。いけいけ。ちえちゃんさすが。はい。ちえちゃんさすが。敵撃破。ゴーゴー。いけクマ。ちくしょう。やりやがったな。
トラ。頼むぜペルトラ。くそ倒れねえ。敵残り2体クマ。来てペルソナ。嫌だしぶとい。勝負。誰かこいつを。先生の前に敵はないクマ。もう少しだったのに。くそ倒れねえ。ペルソナ。ペルソナ倒せないか。敵の増援クマ、早く倒すクマ。頼むぜ。陽介、敵一体撃破。ペルソナ。敵がダウン。行け、持ってやれ。弱点にヒット。ジャンケ。オラ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 。Oh.
天城が二人。あら、あらららら、やったもう。王子様が三人も。もしかして途中で来たサプライズゲストの三人さん？いやー、ちゃんと見とけばよかった。つうか、ユキコね、どっか行っちゃいたいんだ。どっか誰も知らない遠く。王子様なら連れてってくれるでしょ？ねえ。早く。ブホ、これが噂の逆なんくわ。三人の王子ってまさか私も入ってるわけ？三人目はクマでしょうが。それはないな、知恵。そうよ、私の王子様、いつだって私をリードしてくれる知恵は強い王子様、王子様だって。だった。結局知恵じゃダメなのよ。知恵じゃ私をここから連れ出せない、救ってくれない。ユキコ、やめて。老舗旅館、おかみ修行、そんなうざい束縛、まっぴらなのよ。たまたまここに生まれただけなのに、生き方、死ぬまで全部決められてる。あー、やだやだ。いや、そんなことない。どっか遠くへ行きたいの。ここじゃない、どこかへ。誰かに連れ出してほしいの。一人じゃ出ていけない。一人じゃ私には何もないから。やめて、もうやめて。希望もない、出ていく勇気もない。だから私、
待ってるの。ただじーっといつか王子様が私に気づいてくれるのを待ってるの。どこでもいい、どこでもいいの。ここじゃないならどこでも。老舗の伝統、町の誇り。んなもんクソくらいだわ。なんてこと。それが本音。そうよね、もう一人の私。違う。よせ、言うな。違う。あなたなんか私じゃない。いいわ、力がみなぎってくる。そんなにしたら私ユキコ、もういいよ。待ってて、今助けてあげる。我は影、真なる我。さあ王子様、楽しくダンスを踊りましょう。待ってて、ユキコ、私が全部受け止めてあげる。あら、本当？じゃあ私もがっつり本気でぶつかってあげる。私とやろうっての？勝負！ 2人様！
まだよ。もっと強さを見せてちょうだい。いらっしゃい、私の王子様。違いだったわ。あんたら王子でもなんでもない。死ねえクズ男ども。陽介が怯えとるクマ。ペルソナ、よし張り切っていこう。これで終わりだ。Yeah!
の？いいけどさ。陽介が怯えてるクマ。負けてらんねえな。レベルアップだぜ。レベルアップしたぞよ。ユキコ、ユキコ、怪我は？私、あんなこと。分かってるさ、天城。お前だけじゃねえよ。誰にだって人には見せらんねえ、自分でも見たくねえもんはあるんだ。ユキコ、ごめんね。私、自分のことばっかで、ユキコの悩み全然わかってなかったね。私、友達なのに、ごめんね。チエ、私、ずっとユキコが羨ましかった。ユキコは何でも持ってて、私には何もない。そう思って、ずっと不安で、心細くて。だからユキコに頼られていたかったの。本当は私の方がユキコに頼ってたのに、私一人じゃ全然ダメ。花村たちにもいっぱい迷惑かけちゃったし、ユキコいないと私全然わかんないよ。知恵、私も知恵のこと見えてなかった。自分が逃げることばっかりで。逃げたい。誰かに救ってほしい。そうね。確かに私の気持ち、あなたは私だね。大丈夫か？うん、少し疲れたみたい。みんな助けに来てくれたのね。当たり前じゃん。ありがとう。いいよそんなの、無事でよかった、本当に。だな。んで、君をここに放り込んだのは誰クマ？え、あなた誰？っていうか、何？クマはクマクマ？で、放り込んだのは誰クマか？
からない。誰かに呼ばれたような気がするけど、記憶がぼんやりしてて誰かわからないの。ごめんね。クマさん。わからないクマか。けどやっぱ天城をここに放り込んだ誰かがいるってことだ。ふむ、ちゅうことはやっぱ陽介たちの仕業じゃなさそう。クマに クマは最初から信じてた。クマ、この野郎、調子のいいクマだな。とにかく早く外に出よう。ユキコ辛そうだし。じゃあありがとね、クマくん。クマを置いてくつもり？置いてく？何言ってんだ、お前こっちに住んでんだろ。それはそう、クマ。でもごめんね、クマさん。また今度改めてお礼に来るから、それまでいい子で待っててね。クマつうか、クマね、どっか行っちゃいたいんだね、早く。誰の真似だよ、お前は一生そこにいろ。ユキコ大丈夫？本当に怪我とかない？うん、ちょっと疲れただけ。うん、何も思い出せなくてごめんね。いいっていいって、ユキコ無事だったんだから十分だって。けど天城が今までの二人と同じ手口で、その殺されかけたってのは間違いないよな。それと真夜中テレビに映ってたのは本当の天城じゃなくもう一人の方だった気がする。天城が現実で押さえつけてたもんがあっちの世界で現実になったってことなのか。そういえばクマくんもそんなこと言ってたけど。あー、ダメだ、ますますわかんねえ。犯人って一体どんなやつなんだ。難しい話はまた今度にしよう。ユキコ早く休ませた方がいいし、私家まで送ってっからさ。ああ、そうだよな、悪い。天城の疲れ半端じゃないもんな。詳しい話はまず天城が元気になってからだな。こんちゃーす。珍しく上がりが一緒になったんでな、送りがたら連れてきた。どうも、この春から堂島さんにこき使われてる足立です。なんだ足立、これでも遠慮してんだぞ。またお父さん冗談きついっすよ。あっと、そうだ、君確か天城ゆき子さんと友達でしょ。天城さん無事に見つかったからさ、みんなにも知らせてあげてよ。あれ、そう俺遅れてる？でもまだ全てがクリアってわけじゃないんだけどね。さっき訪ねた帰りなんだけど、天城さんいない間のことを覚えてないんだってさ。それにその間の彼女の足取り、まるで本当に消えたみたいで、実はうちらもつかめてなくてさ。なんか怪しいっていうか裏に何かいた。
バカ野郎、いらんこと言うな。すいません。気にしなくていいぞ。こいつの勝手な妄想だ。分かってる。とにかく気にするな。ったく困ったやつだよこいつは。お腹すいた。ああそうだな、俺もペコペコだ。堂島さんも奈々子ちゃんの前じゃペコペコなんて言うんすね。うるさい、黙ってさっさと座れ。じゃない、先に手洗ってこい。あ、俺もか。